この絵があればすぐに婦人が見つかるでしょう。娘さんどうされましたかな。先ほど言っていた離職された役人、失礼者でしたか。彼女は婦人と婦人に続く動物を見たとおっしゃってたのですよね。ならば今日も来るのではないでしょうか。もし彼が私の仲間たちを連れていたら。つまり元失礼者が目撃した婦人とそなたたちが目撃したものが同一人物であると裏付けられる。では一旦指導に向かわれた方が良いかと。この手紙を指導まで持っていき、新任の失礼者チーニャンに渡してくだされ。もし婦人が来ておったのならば、連れ去られた動物たちを引き渡すことができましょう。来ておらずとも彼女に手紙を渡し注意を払ってもらうことは可能です。チーニャンは熱心な子なので、今も指導におるかと。会いに行くといいでしょう。ええ。行きましょう。時間がかかりすぎます。ミス、建物と建物の間を進むのはいかがでしょう。もちろん近道が聞ければそれが一番なのですが。あ、気をつけなさい。大丈夫かしら。すみません、少し急いでいて。大丈夫ですか。構いませんよ。お二方は個人ですね。この町でそのような髪色は珍しいものです。なんて美しいんでしょう。今は祭日ですから衝突もよくあることです。ですが、そんなに慌ててどこへ行くおつもりですか。指導へ。なるほど。ですが、指導へ向かう道は大変混み合っているので別の道を進んだ方が。昼間の大通りに。食屋って何かの魔性ですか。いい香り。
まるでお酒のような。一体どこから現れたのかしら。酒臭いったらありゃしないわ。誰よ、倒した酒壺をほったらかしにしたわね。諸君、食屋が昼一を舞うもこれまた吉兆なり。慌てるでない。近づいてきました。気をつけてください。すばしっこいのよ。走った方がいい？もう一杯いかが？優しくね、刃のように。ふん、えい。Sempre caro mi fu quest'ermo cuore。焦らないで。今年の新酒よ。優しくね。無料サンブル、無料サンブルよ。千載一遇よ。ちょっと熱いわね。そこよ。おごり高ぶれば必ずや災難を招く。経験者からのアドバイスよ。どうしたの？騒ぎが収まるどころか増している気がするけど。酒の匂いがするわ。それと土ぼこりが舞い上がる時の咳込む声が。一体何があったの？突然路上に食屋というアルカナアニマルが現れました。掴んで見たことがありません。彼らは少々酒の香りを帯びてます。それから突然家畜の群れが押し寄せてきました。あまり詳しいことはまだ。すみません、本来ならば立ち止まってる場合ではないのですが。ともかく祭日用の家畜まで出てくるなんて。あら、ジーニャンじゃない。ジーニャン、あなた指導にいるはずじゃ。一体何をしているの？私、ごめんなさい。その彼らが逃げちゃって、それにもう手が限界なの。ジーニャンって理性が言ってた人では。
ミス、その…行ってらっしゃい。ここで待っているわ。ところで、この子たちは一体どうして逃げ出したの？みんな、ありがとう。もっと引っ張って。もうちょっと。後でお酒おごるから。なかったらどうなってたか。新任早々にやらかしちゃうところだったわ。ジーニャ、どこから来たの？酒屋にはいなかったわよね。あ、うん、さっきまで指導にいたから。指導？また忘れたの？元の失礼者が里帰りしたからチーニャンが信任したのよ。あ、ううん、違くて、私はそのただの代理。祝典で使う動物の数を数えていたら外の騒ぎが聞こえて。公爵士の声でしょ。今日は最後の講釈だからね。聞き逃せないのも無理はないわ。うん、もしかしたら憔悴の話をするんじゃないかと思って慌てて出てきたんだけど、その時柵を閉め忘れたのかも。憔悴憔悴って、知らない人が聞いたら本を出すのかと思っちゃうわよ。手のひらは大丈夫か？怪我をしたなら後で医学館から薬を取ってこよう。夜にはみんなに酒をおごってくれるんでしょ？もちろん。本当にありがとう。ミス、こちらへ。理性の言っていた失礼者が見つかったかと。足元に気をつけてください。この辺りは少々散らかってるので後についていきましょう。職屋はともあれ。
定量はこの類の珍獣をあまた見た。即位して7年が経つ頃、使者が来たりて宝を献上す。かの者は結教国の出で、その胸はまるで刀で削られたかと思うほど尖っていたという。玉門館の遥か遠い場所から来たと彼は語った。生まれつき言葉が話せる鳥がございます。鳴き声は鳳凰のようで、我々は鳥喰と呼んでおります。こたびはそれを陛下に献上したく存じます。そう言うと皆の目の前で巨大な鳥を献上した。それは青い羽の鳳凰のように、尻尾は赤く神のような容貌を持っていた。まさか鳳凰？ああ、いいないいな。この鳥は滅亡鳥と呼ばれ、骨相を読み運命を変え災いを払うもの。そのため定行は大層喜び、その鳥のために山を一つこしらえたという。私たちが今目にする滅亡鳥は全て土作さんの主の末裔なのだ。滅亡鳥を見たことがあるの？まあまあ、そう焦らず。滅亡鳥は静寂と清潔を好むと言われる。民はしばしば家の前を清掃し、鳥喰が止まるのを待ち望む。たとえいつ現れるかわからずとも、彼らは期待し続けるのですよ。だから昨日には大掃除をするんだね。その通り。中には金、玉、真珠に滅亡鳥の姿を彫り、家に飾って平和を願う者もいます。上をご覧あれ。ここの屋根にも地野鳥が。実はこれは地野鳥ではなく滅亡鳥なのです。私たちの塔に貼られている切り絵もそれです。そう、これこそ滅亡鳥なり。これどう見てもただの鶏じゃ。まるでヨーロッパ往来鳥ですね。私がさっき描いた鳥にも少し似ているような。彼の話し方と口調はとてもリズミカルで、まるで歌を歌っているようだわ。伴奏があればもっといいんだけど。もし、滅亡鳥は火に属すゆえ、新春に庭火を灯すのもまたしかり。これは何の音？
続きを聞いていかないの？そんなに急いで醸造でも行くの？ううん、今日は用があって、明日絶対にお酒をごちそうするから。